最終回って書いとこう。あーはい、チケットあるんだった。忘れてたな。最終回ってなってる。よし。主婦の味方がいる。広すぎて敵君、敵か味方かをまず主婦の味方頼む。あ、ありがとう。このガラス気をつけよう。ガラスは透明度 100% のガラスだからしねっつってロケットバズーカ撃ったら自分が死ぬっていう。どれがいいんだろう、これかな。ああごめんごめんね。ああ、主婦の味方が。うわぁ、始まった。お、主婦の味方だ。やれぇ。近づくと思ったよりもでかいな。いつもありがとう。あ、頑張って。あまともな武器がない。あっと、わかんねえよ。ん？ん？ おおお、一緒に行くか。どこ行きゃいいんだよ。はあ、マップ急に広くなりすぎだろう。わかんねえ、もうみんなでっていう感じはすごいあるんだけど、突撃って感じはするんだけど。あ、味方、味方、援軍はプーン。
発生者はソフトの先祖によって建てられ、2枚目のチップを挿入する必要がある。チップはここわからん、どこだ、おお、ピンピンピン、あ、ごめん、ごめんって。やばい、やばい、ちょっと。やばい。すぐ切れる。ちゃんと謝ったじゃん。どこ行きゃいいんだよこれ一生無理だぞ、こんな広すぎだろ。あるな、ここにスイッチとかない。エレベーター、ああチップ、ん？あ、持ってる、何それ、一度に一枚しか持てないとか、そういうゲームだっけこれ。どこにいるんですか、この辺。この辺、マジでどこ行きゃいいんだ。俺無理だろ。終わんねえよこんな。ああ電気が切れてる。ここに電気をつければいいの。
分からん。エレベーター。Card you need to get. The first is in the center of the level, guarded by several hunters and the Jagger Note. You can probably run through and easily get the chip without having to fight. まあ突っ走れば戦わずして取れるよと。でもセーブと回復があるよと。そこにうまくそこに行きたいだろう。ザ・ラージ・カラム・オン・ワン・サイド・オブ・ザ・ルーム・アズ・カバー・ルアー・ザ・オポネンツ・イン・ザ・ディレクト。だからどうしたらクリアになるんだよ。多分取ってるんだよな。2番目はちなみにどこにある？ん？1枚目を取ったら、すぐに挿入します。You need to reach the second chip。 2つ目のチップにたどり着かなければならない。2つの方法があります。1つ目はスタート地点から、ドアが高いドアがあるんで、それが閉じたままになっていると。Unless the halfway is lowered behind it using the switch in same area。 スタート地点がどこかわかんねえんだよ。この辺？だから下の方だな。優先回す。ミサイルジャンプ、ミサイルジャンプで頑張っていく。そうすればいけると。ジャンピングトゥグラブザジップ あるいは You can reach this room without using the halfway halfway hallway 使わずに行くと。しかしミサイル、やっぱりミサイルジャンプが必要。それをすぐに挿入してゲームクリアだ。どこに挿入すればいいんだろう。この攻略全然意味わかんねえな。どこに持っていけばいいの、このチップを。それがわかんないんだよな。チップの場所しか書いてない。使えねえな、マジで。スタート地点に戻る方法も書いてねえし。どうやってスタート地点に戻るんだよ。
この辺。開かないよ。やべ、マジで意味わからん。全く意味がわかんない。全く意味わかんねえな。このサイトクソ、何の参考にもならん。このステージ一番意味わかんねえわ、歴代の中で。全く意味がわかんない。動画見よう。Alright, it is time for... 高さん弾丸論破やってる。Honestly, I should have finished this LP a very long time ago, but for some reason I'm just very lazy. Sorry. It's just who I am. Staying still. Not working. Hey, but hey, this thing's on. この時点でカードキー持ってないじゃん。I never encountered that problem.何か企んでる。はあ。だからどうやってそこに入るんだよ。そこに入る方法を教えてくれよ。そこを頑張って登るの。No fucking cool.So you do this. どこ？どこだよ。それもわかんねえ。どこ？どこだよ。ないじゃん。ないじゃん。さっき動画でやってた場所ないじゃん。そんな場所ないじゃん。Well, I wanna go back here. Try to successfully do. どこそこ。マジでわかんねえ。ここか。この上に行けばいいの。そんな下向かないんだけど。絶対無理だわ。穴に入った。ロケットジャンプ使わないんだったらどうやっていくの？こっち来たことないかも。
ああ、なになになに、今おかしかった。ああ、味方だ。あっと驚く主婦の味方だよ。回復が一切ないんですが。セーブもない。ここどこ？戻れなくなった。あ、ターミナルから。なんで敵がいるんだよ。だから敵を置くなって言ってんだろ。ちょっとどこ行けばいいのかわかんないんだけど、意味わかんないんだけど、このマップマジで意味わかんない。やめようかな。シャーンって音がしたけど、ここに行きたいんでしょ。意味わかんない。ポン。何？ああ！びっくりした。だ、結局この上に行かなきゃいけないんだ。ジャンプ素人でも言わんばかりのロケットの供給量なんだけど、そういうことなんでしょうか。敵がいるの？意味わからんわ、本当に。全然主婦の味方じゃないじゃん。今回これクリアできないわ。これダメだわ。クリアできないわ、多分。意味がわかんないもんだって。これダメだな。Do this. Alright, let's go.
何やってんのか分かんないもんな。That helped. Alright, I'm up here now. Thanks. Up. Well, okay. Yeah! No, I don't want to. I've been everywhere. That's awesome.でいつどこで1個目のチップを使ってるのかわかんない。So, it's not that trainings fit are Randall. Who is Randall? No, クリアしてるし。It's still really fun. It's not as good as Randall. But there are some、challenging parts of the game that kind of makes you think and respect them.Nope, I can't. I think. I was pretty sure you could. Yeah, you could. Fuck yeah. It just teleported me over here. God damn it! Fuck! Stairs. Damn. I've been teleported in. Where else? No. Where? Yeah, yeah. 全然意味わからん。だってカードキーとか取ってねえじゃん。どこでクリアフラグ当たってんの？Is there a way to get up there? Some? I know one way. I don't really know how to do this very well, but damn it.Kill myself in process, but I did. Fuck. So you do this. I knocked out. 全然意味わかんねえ。Where was that stupid thing?、Oh, screw it. Back. I don't know where else to find a chip. やべえ、マジで意味わかんねえ。みんなでエンディング見て終わりにするか。またお会いいたしましょう。Let's see, where did it go? What the hell? What the fuck was that? With Clea. They are hopeful, though, and with our help, we'll carve you. We are deeply grateful and release what little it is the end.This is really cool. ダメだわ。 So yeah, like I was saying, it was pretty fun. I don't think it's as good as Durandal, but I guess it's like more of an alternate version of Durandal, like an ending in Durandal was、pretty much the end of the series it should have been. But in this 最後のマップマジで意味わからん。 It's like an alternative this、ending.making things more peaceful and not end with an explosion. But yeah, it's really cool. And I really like all of their quotes they have in here. It makes it sound very, very sophisticated. I suppose. If you want to think of it that way. And the artwork here is really cool too. I wish、Bungie had more. In fact, I wish Bungie will just go ahead and remake the Marathon series. Like,With some like voice casting, I suppose. Maybe not. I don't know if that'll actually ruin the game. We'll see if they actually do. But mainly, I just want to see it with updated.